どうも、バーンです。そうしましたら引き続き、いよいよエルロンサーボの搭載を行っていきます。あとできれば尾翼の拡張も行っていきます。それで作業開始。はい、どうもです。リンケージまでできましたね。そして、水平尾翼の面積アップもできました。だいぶ機体重量増になったかもしれないですけども、これはしょうがないですね。やっぱりこのくらいはいりますよね、このスケール感のラジコン飛行機の場合は。というわけで、これにて一通りの組み付けは完了ですね。あとちょっとここ乾いたら重量を測ります。とりあえずね、完成なんで機体重量を測ってみます。 116.6g です。記録として残しておきます。 116.4 ですね。はい、エルロンが逆なんでこれは元に戻しておきます。以上です、本日。ではでは。